はい、どうも、ジェラティアンドです。今回なんですけども、今回の動画は GU のダウンベストを使った動画になってるんですけど、僕今大学1年生なんですけども、今回は GU のダウンベストを使って学年別コーデをね、やっていきたいと思います。ということでね、現在ね、今朝の6時なんですけど、僕これから午後から授業があって、今ね、朝の6時ということで、早朝の撮影なんですけども、起きたばっかなんで、僕はね、毎朝ね、朝風呂っていうのに入ってるんで、今からね、朝風呂にね、入ってからコーデをね、紹介していきたいと思うんですけど、髪の毛とかもねちょっとやばいんでね、今からねお風呂入ってからコーデ紹介していきたいと思います。ということで早速お風呂入ってから紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今ちょっと上がってきたんですけど、今回ね使用するドライヤーはこちらのねドライヤーになってます。こちらのブランド様からご提供してもらったんですけど、一回ね開けてみたいと思います。はい、ということでこんな感じですね。一回乾かしていきたいと思います。ということで、ドライヤーもね、しっかりやって髪の毛も乾かしたんで、今からね、GU のダウンベストを使って、学年別コーデをね、再現していきたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。こちらね、大学1年生のコーデということで、こんな感じじゃないでしょうか。皆さんの大学とかにもこういう感じのねコーデしてる方とかいないですか。こちらはね予想なんで、学年別の予想コーデということで僕がね今やってるんですけど、最近のね流行りのダウンベストにパーカーの合わせ方、これね結構いると思うんですけど、どうでしょうか。もし実際ねうちの大学にいますとかそういうのがあったらね、ぜひぜひコメントしてほしいんですけど、はい、こちらね大学1年生のコーデということで、次ね大学2年生のコーデやっていきたいと思います。こちら大学2年生のコーデです。大学2年生ぐらいになると大学1、2年生はねデニムがね欠かせないっていうことで、今回もさっきと同じねデニムを使ってるんですけど、ついに、ね、赤白のボーダーっていうちょっとね周りと変わったようなコーデをしたいっていうね気持ちからこういうコーデを組んでみました。今回はね G のダウンベストを使った大学の学年別コーデということで、こんな感じですね。大学2年生はちょっと周りと変えたいというか、そういう気持ちからねちょっと遊んだ感じのコーデをしたいっていうことから、赤白のボーダーっていうね派手めのやつの中に来たっていう感じのコーデになってます。こちらね大学2年生ということで、次は大学3年生行ってきたいと思います。はい、こちら大学3年生です。大学3年生ということで、流行りのねカーゴパンツをね使うであろうと思ってこのコーデ組んだんですけど、このパンツも GU なんで、ね、GU コーデがねできるかなと思うんですけど、このね色合いがねちょっと大学3年生っぽくないですか。共感できるなと思う人はね高評価とかお願いしたいんですけども、この色合いがめちゃくちゃおしゃれなんだけど、こういう感じの人いませんか。中にねちょっとダボっとしたスウェット着て、カーゴパンツと合う色のスウェットの灰色というか、こういう色を着て下にカーゴパンツで合わせるみたいな、カーゴパンツもね少しダボっとさせて古着感を出すみたいな感じのねコーデなんですけど、こちらね大学3年生のコーデということで、まあいいんじゃないでしょうか。はい、こちらね大学4年生です。共感できる人には共感できるかもしれないんですけど、大学4年生になったらわけのわからない柄のパンツを履くっていう僕的なイメージがあって、結構ド派手なねパンツを履いてるような感じがするんですけど、今回こんな感じの柄ですね。見えるかな、こんな感じのね柄なんですけど、こういうなんかちょっともうド派手なパンツを履いてるイメージが僕はあるんですけど、もしかしたら共感得てもらえるかもしんないっていうことでね、今回このコーデ組んだんですけど、大学4年生の予想コーデということでね、こういうコーデなんですけど、いない、みんな大学生にこういう派手なパンツ履いてる人とか、なんかちょっとシャツとか着てやったりしてる感じは僕はするんですけど、こちらね大学4年生コーデということで、はい、ということでね、今こちら乾かしてたんですけど、めちゃくちゃね乾きやすいし、今別にセットとかはしてないんですけど、セットしやすいだろうなっていう、めちゃくちゃおすすめです。こちらのドライヤーなんですけど、機能を説明していくんですけど、めちゃくちゃ機能性が多いんで、パソコン見ながらね説明させてもらうんですけど、機能性がとにかくすごい。このドライヤーは今ドライヤーで主流のねマイナスイオンドライヤーということで、そこがいいところだし、1億高濃度のマイナスイオンドライヤーということで、そこがもうすごい。1億です。
ですよ。そこがもうすごいんだけど、プラス低騒音、軽量、大風量、速乾、還元、ダメージカットということで、このようなね、いっぱいね、機能性が揃ってて、なおかつコンパクトなんで持ち運びにね便利。みんなね旅行とか行くと思うんですけども、持ち運びにも便利ということで、かさばらないんで、そこもねいいポイントなんですけど、温度の種類もすごくあって、20度、40度、60度、80度、この4つの風温を2つのね風速モードでドライヤーを使えるということでね、こちらもねすごい機能性で、こちらね僕はブラックをね提供してもらったんですけど、ピンクがねもう種類あるんですけど、めちゃくちゃ可愛い色なんでね、デザインもねすごいおしゃれなんで、概要欄にねリンク貼ってるんでね、ぜひね気になった人は買ってみてください。はい、ということで今回の動画は G のダウンベストを使って大学の学年別コーデということでね、 G のダウンベストを使うなら僕が G のダウンベストを使って学年別コーデをね予想してやってったんですけども、結構ね共感できるポイントとかねあったらね、高評価とかコメントでねどんどんねコメントとかしてほしいんですけど、でね最初に使ったドライヤーもね、やっぱりね大学生ってめちゃくちゃ早いね時間から授業が始まるし、結構大学とね家の距離が遠い人とかもいると思うんで、あのドライヤーを使えばねもう一瞬で乾かせるし、セットもね早いんで、こちらのドライヤーね本当に使いやすいし、ドライヤーの中でもねマイナスイオンドライヤーとかがね結構ね主流だと思うんで、概要欄にねリンク貼ってるんで、ぜひそちらからね買ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらのフォローお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。